が薄くなっているのでしょう。苦しい時の呼吸法知ってる？それは少し違う気が。古代種、もう怖くない。おう、バリバリ進もうぜ。今まで歩いてきた場所が一望できますね。みんな休憩するか。だいぶ高いところまで登ってきたな。ええ、稜線に出ましたし、頂上まであと少しのはずです。リコッタちゃん、どうしました？空から何か来る！聞いているはずですが、それでもリコッタ、押し通る父上に会うため。
が肉たくだ。でもこれでアドル、頂上へ向かいましょう。島の北部がどうなっているのかようやくわかるはずです。この世界そのものです。こうして見る限りやはり陸地は見えませんね。しかり島から出るには船が必要。お、遺跡のようなものも見えるな。ありゃどう見ても人が作ったものだと思うんだが。確かにそれもかなり規模の大きな遺跡のようです。この地に町でもあったのでしょうか。海水が滝みたいに流れ落ちてる。とんでもない場所も見えるぜ。まさか島の北部がこんなことになってるとはな。下、大きな木ある。お、確かに。というかあれは本当に木なのか。でかくて森のようにも見えるんだが。ここから見た限りでは、はっきりとしたことは言えませんね。もしかして、例の夢の話ですか？これだけ古代種がひしめく地を探索するなど危険極まりないのですが、このまま漂流村へ戻っても島を脱出する手立てはありません。ちびりそうな場所だが、考えるまでもないみてえだな。リコッタの親父さんもこの北部にいる可能性が高いんだろう。しかり、リコッタ父上探す。やむを得ませんね。行きましょう、ジャンダルムの北へ。待て。
大石の一種です。といっても、気が遠くなるほど古い種のはずですが。おいしそうだな。やめておきなさい。何かあるぞ。ひょっとして山頂から直下に見えていた大樹ですか。たまげたな。大きいとは思っちゃいたが、まさかここまでとは。本当に下には建物も見えるな。こうして見るとずいぶん古い遺跡のようですね。あの大樹を祀る施設のようにも見えますが。静か。息するのが怖いくらいだな。おお、水音の一つ一つすら響いて、なんだか時間が止まったみたいだぜ。
まだ時間があるんだよね。ああ、夕刻の約束だが、お前まさかみんなの暮らしを知らずして、なぜ大樹の巫女を名乗れましょう。まったく、こんな時くらいおとなしくしていられないのかこんな時だからこそだと思うな。新しい女王様を迎える王都の人たちが何をどう感じて暮らしているのか、少しでも知っておくことは私たちにとって大事なことだよね。うん、もっともらしいこと。いいか、必ず夕刻までに王宮に来るのだぞ。ありがとう、オルガちゃん。このまま王宮へ向かい、貴賓室に監禁するつもりだったが、またつなぎ合わせた手ぬぐいを伝って窓から逃げられてもかなわん。さすがにそれはもうしないと思うけど。うん、どうだろうな。お忍びのため自室に隠し扉を作るおてんば巫女に言われてもな。あ、バレてたの。お前の腕なら万が一はないと思うが、とにかく悪目立ちをするな。何か問題が起きたらすぐに私に連絡を入れろ。くれぐれも厄介ごとに一人で首を突っ込むんじゃない。わかりました。それじゃあ行ってくるね。
側なんてびっくりするな。もちろんそんなことは考えておりませんよ。やれやれ、ほどほどで切り上げて王宮に来るのだぞ。いいな。まずはイレーネ女王陛下がお二人にご挨拶されるとのことです。奥にある謁見の間でお待ちいただけますでしょうか。ありがとうございます。恐れ入る。宮中で小耳に挟んだのだが、新たな女王となる王太子は今まで名を伏せられていたらしいな。何でもゆえあって王宮の外でお育ちになったとのことだが、小さい頃に大病を患って生死の境をさまよったって噂もあるよ。そうなのか。うん、王族としてはかなり変わった経歴の人みたいだね。うん、お前に変わってるなどと言われるのは不本意だろうがな。ああ、ひどいな。王太子殿下、果たしていかなる人物なのか。巫女様、最市長様、申し訳ありません。陛下より先にまず王太子殿下が直接お二人にお会いしたいそうです。え、なんと。失礼いたします。大事の巫女ダーナ様、最市長のオルガ様、よくぞいらっしゃいました。こちらこそ初めて御意を得ます。殿下におかれましては。で、あれ、お久しぶりですね、ダーナさん、オルガさん。サライちゃん、なんと。どうしてサライちゃんがここに。あの、王太女様は。ダーナさん、私がその王太女、新たなエタニア女王となるサライです。え、本当に。
ええ、改めて以後お見知りおきを。